大阪三里は、江戸時代の大阪城下における三つの町組の総称。北組、南組、天馬組の三組からなる。江戸時代の大阪町とは、この三地域を指し、現在の大阪市北区の南半分くらいから、中央区全体に西区の東半分くらいを足した範囲にあたり、天馬より北や南場、天王寺あたりの地域は含まれない。大阪城代。 京橋口定番、玉造口定番、大阪町奉行、大阪大館などの役人の居住地や寺院、神社の土地などは、大阪三里には含まれず、大阪三里はあくまで町人の住んでいる地域を指した。現在の大阪府大阪市中央区の大半、西区の東部、北区の南部を中心に広がり、何区、大正区、港区、この花区、福島区、宮古島区、 天皇区の各一部にも及んでいた。おおむね本町2を境に、北組と南組に分かれ、大川、古川遺北が天間組となる。ただし、堀江は三組作奏、玉造りや下船場の阿は堀川遺南は北、南二組作装南端の南波新地や日本橋が北組といったように、新地開発で後に拡張された地域などは、この通りではない。 初期には、伏見組の存在が確認されるが、次第に北組と南組に編入されて消滅したと思われる。城下の拡張が落ち着きを見せる18世紀後半の天明年間における、長数は、北組250長、南組261長、天馬組109長。三里各組から長にあたる総年寄りが選出され、総会所とその配下となる総代などが置かれた。 各町では、町年寄りが選出され、町会所とその配下となる町代などが置かれており、組は町と大阪町奉行との中間組織となっていた。総会所の所在地は、北組が平野町三丁目、南組が南農人町一丁目、天馬組が天馬七丁目。また、毎年各組ごとに、就問人別改め町を自社役寄り域に提出する。 巻納めという行事があり、北組は本願寺津村別院、南組は新州大谷派南場別院、天馬組は新州大谷派天馬別院で行われた。1869年に東大組、南大組、西大組、北大組の4地域に再編され、後に東区、南区、西区、北区となった。ありがとうございます。